皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、解決ズバットです。あんたはなんか自己紹介ができない病気か。ズバット三条スバット解決、あたしの肉まんを食ったのは貴様か。ちょっちょと何言ってんのよ。冗談は置いといて、ズバットの中の人が尺八棒眼の腕が日本じゃ2番目だとか言ってたけど、そんな趣味持ってるやつそんなに日本にいるのか。尺八棒眼大流行とか言ったら霊夢は尺八棒眼始めそうだから怖いわ。ところで今日のお題は何なのよ。今日はペリーの黒船来航だぜ。今日は学校で習いそうな内容だね。よい子のみんなはたまに歯を勉強もしないとね。そもそもペリーのメリケン野郎が日本に来たのはなんでなんだぜ。二つ理由があってだな。一つはアメリカが太平洋を渡って中国に行こうとすると日本あたりで水やら何やら補給したいところだからな。日本近海あたりで胸付き八丁に当たるわねー。それとなクジラなんだよ。この頃アメリカは北太平洋で盛んに捕鯨をやってたんだけど、その基地が欲しかったんだよ。なんだよ、白人ってクジラ食うのかよ。クジラ食うのは野蛮とか散々文句言いやがって、あの枝豆とかいう連中。枝豆じゃなくてグリーンピースな。クジラは食わないけどクジラの油でランプを灯してたんだ。余計に立ちが悪いじゃねえか。白人ってのはそういう人たちだから。それで何回もアメリカは来てたのよ。でも失敗してた。なんで失敗するのさ。いつもやるみたいに最後通告突きつけてドカンドカンしないの。あくまで中国利権がメインだからちっぽけな島国に武力行使までできないのよ。英仏と揉めたら大事だし。じゃあペリーはどうして成功したんだよ。奴は徹底的に日本人を研究してきたんだよ。アニメ、寿司、ゲーム、芸者、なんば花月の横のたこ焼きがうまいんだよ。観光じゃないんだから、一部ちきれないように脅かす、に下っ端は相手にしない、三期日を指定する。こういう方針でやってきたわけ。なんというかその、ピンポイントで日本人の弱点狙い撃ってきてるわ。とうとうペリーは1853年4隻の黒船を率いて浦賀にやってきたぜ。初めて白人見た人はびっくらこいたんでしょうねー。こんなんどう見てもお寺とかで書いてある地獄の赤鬼ですもん。ちょっとそのお方は特別だけどね。じゃあこんなのとか、もっと特別だよそいつらは。とにかくべっくらこいたのは連中の巨大な動力船と大砲で、太平の眠りを覚ます植木船たった4杯で夜も寝られず、と強化を読む始末で、役人は震え上がってしまった。庶民の皆さんも怖かったんでしょうねー。怖がるどころは面白がって人だかりできて屋台まで出る始末。なんというかその平和で能天気だったんだね江戸時代って。あんたと同じで物を知らないということはだな。基本コッパ役人が対応に当たったのだが、ペリーは当初の方針通りお前では話にならんと跳ねつけた。こういう時役人は時間稼ぎでうやむやにしようとするんだよねー。ペリーは3日だけ時間をやるとか期限を切ってその手を封じてきたぜ。真綿で首を絞めるようにじわじわと追い込んでいくのねー。そして必殺、話にならんのでお前を飛ばして井戸に軍艦で向かって上様に直接話をすると言い出したぜ。クレイマーの教科書みたいなやつだ。その間にも空砲ガンガン撃つわ、探偵を江戸湾に派遣するわで脅しまくり、コッパ役人さんストレスで過労死しちゃう。とうとう老中安倍正弘は浦賀奉行にペリーの国書受け取り許可を与えたぜ。確かこの時将軍家吉は重い病だったわずねー。それを利用して幕府は上様が病気だから新書は受け取るが、返答はできかねるとはぐらかす。家吉様って良きに計らえしか言わない人だったのにねー。偉い役人ともなればうまいことやるわね。ところがペリーは一枚紙手でな。来年また来ると言って帰って行ったぜ。一年で対策考えないと、甘いな。半年で引き返してきた。ペルリ恐るべし。なんだよその悪意丸出しの似顔絵。ペリーっていうよりもオリス。ホワイトじゃねえか。当時の河原版だよ。面白おかしく書いたんだろうな。今の東京スポーツと変わらねえわ。脅かしながらも日本側にフルコース料理を振る舞ったり、機関車の模型をプレゼントしたりと日本側のブチ切れを避けて交渉したぜ。まったくペルリ提督恐るべしだわ。その絵描いた人のセンスの方が恐ろしいが、とにかく1854年に日米和親事条約が結ばれ下田と函館を開港することが決まったぜ。貿易はしないのか。ペリーの時は貿易はなんとかやらなくても済んだんだけどね。
よいこのみんなはこれを覚えてね。マリサって人は強欲1854って覚えてね。人は強欲だけでいいだろ。とにかくこの後へ、ロ、フツ、ランなどとも同じような条約を結ばされ鎖国時代は終了。この時のごたごた弱腰は幕府の衰えを諸藩に知らしめてしまい、幕府の権威に大打撃を与えたんだぜ。これにてゆっくり漫談黒船来航編終了。やっぱりペルリ提督の絵がインパクト大だわ。これこれ漫談じゃないってのに、よいこのみんなは猫ちゃんのボタンを押してチャンネル登録していってね。